じゃーん。この間ビープルフェスにお邪魔させていただいて、いろいろな、ね、アイテムをいただいたので、今日は皆さんにシェアしていきたいと思います。皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日はですね、じゃーん。はい、この間ビープルフェスにお邪魔させていただいて、いろいろな、ね、アイテムをいただいたので、今日は皆さんにシェアしていきたいと思います。本当に重くて、見て、いっぱい入ってます。で、あのビープルフェスっていうのはビープルが開催するフェスで、そのままなんですけど、まだね、未発売のアイテムとかがこうお店でバーって並んでて、一足お先に見せていただいて、紹介していただいたりとか、まあいろいろ試させていただけるっていうフェスになっております。で、これあの全然案件とかじゃないんですけど、オーガニックだったりとかサスティナブルとか、すごく今私が勉強していることで、いろいろためになったことがね多かったので、まあ皆さんにもシェアできたらいいなと思って動画を撮っております。ので、あの結構リラックスアイテムとかが多いので、皆さんもリラックスしながら、ちょっと心と体を緩めながら、ぜひ聞いてください。で、ちょっと紹介してようと思ったんですけど、その前にこのね、ビープル by コスメキッチンって書いてあるんですけど、まあ、聞いたことはあるとは思うんですけど、ビープルとコスメキッチンの違いって何なのっていう質問が多いっていうのを聞いてて、ビープルとコスメキッチンは、まあ、系列ではあるんですけど、主にしていることがちょっと違ってて、コスメキッチンの方は本当にあのコスメだったりとかスキンケアだったりとか、外側からビューティーを取り入れるっていう感じのアイテムが揃えられております。でもビープルの方はインナーケアとかインナービューティーとか、こう中にこう取り入れるものが多くなってます。なので食べ物だったりとか、まあそういうもう口の中から入れてこうケアするっていうのが多くなっているっていう違いがあるっていう風におっしゃってたので、皆さんにちょっと言っておきます。で、早速やっていくんですけど、ちょっといっぱいあるので全部紹介してるとちょっと日が暮れてしまって、ちょっと紹介が長くなってしまうので、特に私が気になったアイテムだったりとか、いいなと思ったものを中心に紹介していきたいと思います。で、この動画を撮るにあたって、結構ね、その動画で紹介しようと思ったので使ってないんですけど、あの一番最初にね、絶対紹介したいと思ってたやつはちょっと使ってしまったんですけど、リラックスアイテムで、こちらパロサンドです。パロサンド自体は他のお店とかでも買ったりとかしてて、最近私がハマっているあの癒しグッズではあるんですけど、これは代官山にあるフォートメントっていうお店のアイテムになります。ホワイトセージとかこうパロサンド置いてたんですけど、もうね、あーめっちゃいい。なんかあのウッディーな香りの中にちょっとね、ミントみたいなすっきりとした香りが入っているので、すごい癒されます。これはあの普通に玄関とかお部屋に置いとくだけでも香りが長く楽しめますっていう風に書いてあるし、なんか香りがしなくなってきたら、あのハサミとかカッターでカットしたらいいみたいです。で、あのこれね、いい香りなんでちょっと使ってしまいまして、さっきちょっと使ってたんですけど、あのそのまま置いてても本当にお部屋に充満するし、こう直接嗅いだら癒されるんですけど、雰囲気変えたい時とかは火をつけてもいいです。で、あの火をつける時はお子様がいないところでと、あと燃えるものが、ね、ないかだけ気をつけてくださいね。こんな感じで煙がファーって出るので、またちょっと香ばしい香りがするというか、普通に香るよりかはまたあの違った香りを楽しめるので、火をつけて寝る前とかね、こういう感じでこう炎を見てるだけでもなんかすごい心が洗われる感じがするのでおすすめです。病んでないです、はい。そういうのなんかさ、このブースのところにすごい人が溜まっていて、あの一緒に待ってた人たちとマネージャーさんたちと、あーみんなちょっと疲れてるんかなって言ってた。なので今日はこれを炊きながらやっていきたいと思います。あーめっちゃいい香りする。なんかちょっと焚き火の跡みたいな感じ。もうやばくない？ちょっと髪の毛ちょっとボサボサ大丈夫？今日はなんか私的に遅い時間なんですけれども、なんか肌とか荒れてんねんな、疲れかな、そういう日もあるよね。はい、じゃあ次、あのリラックスって言うとこれ U&Oil。 これはちょっと見たことあるんじゃないでしょうか。アパレルのお店とかでもこれだけを取り扱いあるところとか見たこともあるし、もちろんそういうコスメキッチン系でも見たことあるしって感じだったんですけど、もうめちゃくちゃ気になってて、これはね、あのヘッドに使うのに良かったりとか、ハッピーにしたい時とか、いろいろこうメディテーションとか自分の今の気分に合わせて使えるやつがすごくあって、でロールオンじゃなくてスポイトタイプだったんですけど、今回ロールオンが発売されるみたいです。これがヘッドで私が一番気になってたやつなんですけど、どんな感じか見せると、はい、こんな感じの、サイズ感は私のね小指ぐらい、まあ、あの小さいって分かればいいかなこんな感じでコンパクトなので持ち運びにもすごくいいなって思います。こんな感じで
ロールタイプになってて、ヘッドはですねこめかみとか、なんか首の後ろとかめっちゃいいらしい、こことかにっていう感じですね。なんであのこれは本当に香りを楽しむ感じなので、頭が本当疲れてるなっていう時だったりとか、まあ、仕事にバーって集中してる時とかって自分の中ですごく脳をガーって使ってしまってるので、それを一回リセットするとか、こう落ち着かせてあげる時間を取るっていうのも大事っていう風におっしゃってたので、そういう時とかね、こういうオイルを使ってあげるのすごくおすすめです。これは本当にいっぱいあるね、ハッピーとかハッピーになりたいなっていう気分の時につけるといいらしい。背中のこの背骨の部分とデコルテに使うのがいいっていう風におすすめな場所に書いてあります。まあ、スポイドタイムもいいと思うんですけど、ロールオンだったらこういう風に気軽に使えるから、手首とかでもいいですよ。これ、あ、香りがねハッピーや、さっきの感じとまたリラックスする感じが違う。もうちょっとオイルなのでこういう感じで保湿にもなるし、なのでこう疲れたなっていう時とかおすすめです。あとなんかこうメディテーションとかあるから、こうヨガされる方とか、私もあのトレーニングするので、そのトレーニング前とかにこう1回深呼吸する時とか使いたいなと思います。はい、以上、このオイルはすごい私的おすすめです。継続して使おうと思って、ではこの動画紹介してからにしようと思ったので、今から持ち運んでいきたいと思います。はい、じゃあ次はですね、こちら CBD オイルです。CBD オイルを使っている方はいますか？私はあのすっごい気になってて、いろいろ調べてたんですけど、ありすぎてわからんくって、であの使ったことある人とかにアドバイスをもらいながら、どれにしようってなってた時に、ちょうどビープルフェスがあってお邪魔させていただいて、 CBD コーナーみたいな感じになってて、すごいいろんなお店があったんですけど、どれがいいですかって言ったら、初心者の方にはここがおすすめですって教えていただいたのが、こちらの CBDays Moment っていうブランドさんです。はい、そう、ロールオンとかこうドロップオイルとかいろいろあって、この私がいただいた CBD ドロップオイルっていうのが一番効率よく消化吸収されやすいとのことだったので、これにしました。これは CBD の濃度が 3% で、メイドインジャパンです。全部ナチュラルオーガニック認証を所得しているところなので、口の中に入れるのに安心ですね。こんな感じのサイズ感でポイントになっているので、こういう感じで垂らして使うっていうタイプになっています。で、あの私 CBD を使ったことがなかったので、初めてテイスティングした時の感想は、おーが正直な感想です。まあ、苦手な人もいるんじゃないかなって正直思っちゃった。なんかね、油を口の中に入れているっていう感覚です。ただあの普段使っている人はめっちゃ使いやすいよこれみたいな感じで言ってて、あの私もね全然使えないわけじゃない。でもこれが味があるから、味というかまあ香りがあるからいけるなと思いました。それでこのすだちとこのライムの香りがすっきりしてて、柑橘っぽい感じの香りなのでいけたんですけど、これが本当に全く味のないやつとかもあるみたいで、それだとちょっと苦手かもって思っちゃったんですけど、本当にこれは確かに初心者の方にも試しやすいし、苦手な人が少ないんじゃないかなって思いました。このイエローはねポジティブっていう感じなんですけど、前を向いてポジティブにしたい時とか、こう気持ちを切り替えたい時に使うっていうのとか、本当にいろいろシーンに分かれてます。こう気持ちをこうやって緩めたい時だったりとか、あとはね愛をこう交わす瞬間とかに、高め合う時とかにいいとか、まあいろいろ使う場面があるので、自分に合うようなものだったりとか、シーンで選んでもいいし、直感的に香りでこれがいいなって思うものを選ぶのもいいみたいなので、CBD オイルちょっと試してみたいと思います。なんかやっぱ私は職業的にそうなんですけど、こう頭をすごく使ってたりとか、こう集中する時間がすごく長かったりするので、やっぱねどっと疲れが来たりとか、うわめっちゃすっごいこう考えてしまったみたいな、やっぱり自分で緩めるっていうことをしてあげないと人間緩まる時がないので、こういうものをちょっと使いながら、ちょっと頭痛とかすごい頭がめっちゃ痛いっていう時とかも多いので、まあこれとかもそうですけど、こう体を自分でリラックスさせてあげる時間を取るってことは自分でしか行動に移せないので、こういうものを使ってやっていきたいと思います。じゃあお次はですね、こちらダイアンボヌールのオーガニックのアルマリフレッシュマスクスプレー、ちょっとこれいただいたので、これね試してないんですよ。もうさ、マスクの匂いとかさあれやったりするやんか、だからこういうのちょっとしてたんですよ私、アロマ系のやつ。あ、ミントの、おお、もうミントの匂いする。これ今鼻詰まってんのよな、鼻詰まってるけどすっきりしたミントの匂いがするので、
これ持ち歩こう。除菌抗菌消臭って書いてある。マスクにつけるのおすすめです。ハッカ、ユーカリ、ラベンダー、ローズマリー、もういい香りしかせへん。じゃあ次はですね、こちら、フレイオイル、フェイス&ボディケアオイルってやつなんですけど、もうこれねめちゃくちゃ良かった。もう試させてもらったんですけど、本当に私オイルが好きすぎて、まあ、あのフェイスもボディもやっぱり一番しっとりしさを感じるというか、乾燥肌なのでオイルはもう手放せないんですけど、これめっちゃ良かった。今ね、あのボディオイル、ベレダのやつ使ってるんですけど、それが終わったら次これにしようと思ってたら、あのブース出されてていただいたので、使いたいと思います。ドイツのオイルなんですけど、ドイツではもう一家族にこの1個あるっていうのが当たり前っていうぐらい、もうおばあちゃんからお母さん、お母さんから娘みたいな感じで、もう代々伝わるオイルみたいです。だから薬局とかにも絶対塗ってるらしくって、なんかこれを作った方が薬局で薬剤師さんだったのかな。でそれで、あの奥さんが子供を3人5人産んだみたいで、そしたらあのお腹妊娠線とかできるじゃないですか、なっちゃったわって言ったら、それを直してあげようということで、愛する奥さんのために作ったオイルみたいです。もうそのなんかこうできた背景も素敵っていうか、もうめちゃ良くないですか。奥さんのこの妊娠線を直すためにがきっかけなんですけど、だからあの今とかだったら、その妊婦さんが妊娠線ができないように予防するオイルが出てたりとか、それにあのこのフレイオイルでもあるんですけど、だったりとか乾燥肌とかにも優しいオイルになっているので、そういうお肌の見方ですごくいいです。あの試しただけでもめっちゃ良かったから、これを全身に使ってマッサージしたりとか、まあ、乾燥は冬じゃなくても私はすごく乾燥しちゃうので、夏とかでもね太陽に浴びるとすごく乾燥しちゃったりとか、まあ、年中乾燥肌とは向き合っていかなきゃいけないので、このオイルちょっといっぱい使いたいと思います。めっちゃいいよ、ほんまに。オイルめっちゃ大事です。あとあの乾燥によるくすみとかニキビ跡が気になるのにもいいらしい。お風呂上がりのね湿った素肌に伸ばして使うのがいいみたいなので、はい、あの今使っているオイルと使い方は一緒なので使いたいと思います。次はこちら、こちらのサプリです。これは1回で5粒飲むらしい。これあの30日続けてくださいって言われて、あの紹介してからやってみようと思ってまだ飲んでないんですけど、本当本当にいいらしい。なんかこう私サプリメントは飲んでないんですけど、あの菌活の菌を飲むのはやってるんですけど、なんかこうビタミンとかなんかいろいろこう摂取しなきゃいけないやつを飲んだりはしてなくって、よくありがちなのビタミン C とか、私もなんか一時期ビタミン C を DHC のやつとかちょっと飲んだりとかしてたんですけど、正直効果がわからんくってやめちゃったんですよ。もうなんかちょっと飲むのめんどくさくて、だからあの菌のやつしか飲んでないんですけど、これはまずもう土台として一番大事なものが全部入ってるらしい。でこの上にさらにあのプラスアルファでビタミン C とかビタミン D とかをプラスするのはいいらしい。なんかやっぱ吸収しちゃうんだってすごく。だけどそれを吸収する前にこれを飲んでいると、その土台ができるからビタミンとかビタミン C とか D とかが吸収されずに流れずにちゃんとビタミンとして摂取できるみたいなので、これ本当にいいらしくって、なのでちょっと飲んでみたいという気になっているサプリになります。なんかサプリとかって飲んでる時よりも飲んだ後がすごく感じがいいらしい。なのでちょっと気になるのでやってみようと思います。お次はこちら、フルテートっていう凍らせて食べる無添加アイスキャンディーです。これもうスーパースーパースーパー美味しかった。めっちゃ好きやった。私フルーツ大好きなんですよ。ほんでアイスも好きなんですよ。もう間違いなしじゃないですか。あのいろいろ回った後に最後の方に凍ってたやつをいただいたんですけど、素晴らしく好きやった。これはねすごくって、フルテートは添加物も着々量も水さえも一切加えず、フルーツの自然の恵みだけを閉じ込めましたって書いてあって、本当にフルーツを食べてるような感覚になりました。液体になっていて、これあの凍らせなくてもあのヨーグルトにかけたりとかしてアレンジしてもいいみたいです。でも私は絶対に凍らせます。やっぱアイスも好きやしフルーツも好きやし、でもアイスって食べ過ぎるとやっぱ太っちゃうじゃないですか。でもこれはなんか罪悪感がないというか、砂糖も使ってないし水も使ってないし、私の人工の甘味料とかも本当に何も使ってないってなると食べたくなりますよね。本当にこの裏の部分がもうシンプルなことしか書いていないので、素材を閉じ込めたアイスキャンディーになっているので、私はこれをたくさん食べたいと思います。でさっき紹介したねアイスと同じところで、こちらのハーブティーもいただきました。もうこれね
めっちゃ飲みやすかったし感動した。何が感動したかっていうと、これよく見るとここ開けます、ちょっと今開けれないんであれなんですけど、開けたらこの中にお湯が入れられます。お湯を入れたらこれがなんとティーポットになります。すごくない？もうめっちゃサスティナブルです。こんな感じで開くので、あ、この絵のような。しかもこれが 400ml が2回から3回楽しめるっていうあのティーパックになってるので、もうマネージャーさんとあー感動ーみたいな、もうデスクの横に置いとったらいいやんって言ってた。でも本当にそう、これ味がね、リラックスとか、ビューティー、クレンズ、フォーウーマンって感じで、まあこうちょっといろいろあるので4つ種類から選べるんですけど、何杯も飲めるし、マンカップとかやったら6杯分ぐらい飲めるらしいから最高と思って。ティーバッグ、あの沸かす時とかってポットの中に入れてこう蒸らしてとかやらないといけないんで、またそれを洗うっていう行為がまあちょっと洗剤を使ってしまったりとかするじゃないですか。でもこれだったら再生可能なパッケージだから、これを捨ててもまだリサイクルっていう感じでサスティナブルなアイテムになってるし、もうこの発想がすごく素敵やなと私は感動しました。なのでこのハーブティー 1.2 リットル飲めるので、水とかそういうハーブティーってすごい飲んだ方がいいって特に女性はね言うので飲んでいきたいなと思います。はい、感動。お次はこちら、ザ・パーフェクトアンカーってやつで、これは洗顔クレンジングボディ洗浄が1本でできちゃうという優れものです。すごくない？しかもこれは 100% オーガニックで、これはあの米国のやつなんですけど、日本人の肌に合うようにアレンジされているっていうアイテムらしいです。毛穴とか黒ずみメイクまで落とせるのに突っ張らない潤い美肌成分が体も、顔も透明感のあるすべすべの美肌へと導きますっていう風に書いてます。私あの前から持っててボディに使ってたのでメイクを落としたりはしたことないんですけど、あの時短になるし、まあ、男性でも使えるから男性にもあの洗顔そのまましちゃって顔も洗えちゃうってすごくいいと思います。私はねこれが好きなのは本当に香りがいっぱいあるんですよ。こんな感じでどれもいい香りやし、あのプレゼントにもすごい喜ばれると思います。自分がプレゼントすることもあったので、私はねお気に入りの香りとしてはこれはブラックを抽出してるんですけど、パープルのラベンダーも好きだし、このピンクグレープフルーツも好きです。結構あのこの辺もスッキリした、このレモングラスとかもねスッキリしてるし、これとかはグリーンとかローズマリーだったりとかするので、あのミントとかもあります。なんで自分の好きな香りで、あの全体的にね使えるから気分が上がる香りを使ったらいいかなと思うんですけど、本当に肌にも地球にも優しいし、動物実験とかもしてないしっていうのは素敵なことだなと思うので、あの自分が選べる選択肢の中としてオーガニックアイテムを選ぶ時とかにおすすめです。じゃあお次はですねこちら、これあのボディスクラブなんですけど、ちょっととろっとしてるからこんな感じわかるかな、ちょっとこぼれたら怖いのであんまお見せできないんですけど、これねもう私ブースいっぱいあって回った中で一番欲しいなと思いました。これはお試しサイズなのでコンパクトだから全身に使えないんでちょっと一部使おうと思うんですけど、これはもう絶対に発売されたら買おうと思っためちゃくちゃいいボディスクラブです。なんかボディスクラブってやっぱりちょっとザラザラしてるものだったりとか、それが強すぎてお肌にちょっと刺激がっていう方もいたと思うんですけど、でもこれは本当にオイルが入っているのでもう洗い上がりのツヤ感がもう全然違いすぎてみんなで感動、なんかこう右と左で比べさせてもらったんですけど、終わった瞬間にさっきさ紹介したこのフレイオイルとかなじませたんですかっていうぐらいオイルのツヤ感があるというか、もうお肌のすべすべ具合が違うかったのでめっちゃ欲しいってなりました。でもねこれは実は本当にいろいろ深くってちょっと紹介したい、ちょっと待って。商品名はクリスタルスクラブっていうんですけど、 AOE っていう、オーガニックブランドさんと恵比寿にあるザ・クリーネスっていうお店のコラボの共同開発みたいな感じでできたクリスタルスクラブみたいなんですけど、この中にクリスタルの粉が入ってるんですよ。だからあの浄化効果もあったりとか、かつ肌も綺麗にできるっていうアイテムになっています。これは自然の恵みをふんだんに使用していて、外側と内側のダブルアプローチでエネルギーを研ぎ澄ますのにぴったり、良質なオイルとハーブピールでしっかり
人輝く自信を持てる自分に、なんと3億年かけて自然結晶したヒマラヤクリスタルソルトは地球がピュアで大気汚染がない頃のもので、ミネラルが豊富、クリスタルの粉をブレンドしている。セージやティーツリーの透き通るようなクリアで爽やかな香りで自然と深呼吸、心身を整えてくれますっていう風に書いてるんですけど、ほんまにその通り。もう香りがティーツリーとか私好きなんですけど、めっちゃ癒される感じの香りで、これね、あのなんか浄化効果もあるから、首の後ろ、ここと足の裏、足の裏ってやっぱり疲れが溜まってたりとかするので、ここに使うのがいいみたいで、あの全身に使えるときは全身に使ったり、あとは入浴剤にしてもいいって言ってました。だからこれをお湯の中に溶かしてやってあげると、もう全身が浄化もされるし、すべすべになるので、そういう風に使うのでもいいですって言ってました。で、あのこれだから1回分しかないし、みんなに紹介してからと思うんで、今日の夜絶対使おうと思うんですけど、入浴剤にするか、それか浄化させたいこの首の後ろとか、まあ、あの疲れてる部分だったり、足の裏とか、まあ、二の腕とか、まあ、部分的にだけ塗って、すべすべになってからそれを洗い流す時にお湯に浸かりながらやるだと、入浴剤にもなるし、そのボディスクラブとしても使えるし、両方だからいいですよって言ってたので、絶対にやりたいと思います。もうこのすべすべ具合は感動して、あのオイルの感じもすっごい好きだったので、絶対にゲットしたいボディスクラブです。めっちゃいい。もうなんかこう使ってで欲しいってめっちゃ思いました。なので、まあ、1番と言っていいほどお気に入りアイテムでした。まあ、次はこちら BIOR、 これなんて読むかちょっとごめんなさい、あんまりわからないんですけど、これはリキッドパウダーエアレスクッションオーガニックアクア美容液ファンデーションシルキータッチっていう感じなんですけど、これ一番最初に体験させてもらったんですけど、さっきのスクラブと同じくらいめっちゃ感動した。おーってなったんですよ。開けてみるね。え、もうびっくりした、めっちゃ良かった。はい、こんな感じでセッティングできました。で、これはここにボタンがあるんで、ちょっと押していきます。こんな感じでね、出てくるので、これをちょっと手に塗ってみたいと思います。パフで塗るんですけど、ちょっとまだちょっとパフ汚したくないから手でやる。最初はリキッドなんですよ。天然由来成分 100% の美容液ファンデになってるので、もう美容液、もうこれはもうファンデーションの概念が変わるというか。で、これをなじませます。で、ちょっと待ちます。わかるかな、サラサラに変わってるんです。これあの多分動画越しじゃちょっと伝わりづらいかもしれんけど、実際にこのファンデを塗ったベタつきっていうのが全然なくて、サラサラに変わったから、確かにマスクにつきづらいと思ったのと、あとでもこれ SPF が50+の PA が4+なのに、紫外線吸収剤フリーって書いてあって、あのそういう紫外線のやつが入ってないのに、国内最高基準値を実現できたっていうところと、あとはあのやっぱりね、もう天然由来成分 100% ってすごいことなんですよ。それがすごいなって感動したプラス、美容液っていうところもめっちゃいいし、あとは石鹸オフなので、クレンジングなしで泡立てたやつでこう石鹸で落としちゃうっていうところもいいなというところですね。本当にすごい、これは感動した。だから夏マスクとかすると、夏プラスマスクで余計よれたりとか、まあ普段崩れにくくても、そういう場面ってどうしても崩れちゃうじゃないですか。だからこういうサラサラなやつで、かつあの紫外線も予防しながら肌も綺麗に見せながらっても最高って感じなので、早く顔に使いたいという感じです。はい、じゃあ次、まだいっぱいあるんでいろいろ紹介したいんですけど、ちょっと紹介してたらちょっといっぱいになっちゃうので最後にしたいと思います。最後はですね、こちらエッフェオーガニックとオーバイエッフェ、同じですね、こんな感じ。私あのコスメキッチンとか行ったら見てたんですけど、初めてデビューします。こっちがヘアケアアイテムで、髪の毛切ったことを見てくださってたみたいで、これほんとヘアケアにいいですよっていう感じで教えていただきました。これね、なんとシャンプーだけでいいらしい。すごくない？アルカリ還元イオン水をベースに海藻エキスや植物エキスを配合って書いてて、自然がもたらすパワーを生かしたヘアケアシリーズです。で、こっちが髪の毛のスキンローション、タオルドライの後とか乾いた後とかにスプレーしてくださいと、ドライヤーとかヘアアイロンの前にお使いいただくと効果的です。お肌の保湿にもご使用いただけます。え、顔にも使えるらしい。これがシャンプーとこのスムースミストです。
気になる。あとね、このエフェオーガニックの方のこのミスト、あ、ほらこんな感じ。これはブースターなので、最初ですね、お風呂に上がって一番最初に使うやつです。ヘアメイクさんとかにも言われて、とりあえずのスキンケアみたいなのした方がいいって言って、スプレーとかをあの洗面所に置いてるんですけど、それでね、これ一番に使ってね、すごいあのお肌がもちもちになったので。ていうかさっきのファンデーションやばくね、ほらめっちゃきめ細かいやつ。さっきからさ、もうなんか今日頭働いてないくって、いいものがいっぱい伝えたいなと思いつつも、なんかちょっとろれつが回らなくなってきました。はい、ちょっと水飲みます。ブースターなんですけど、こう化粧水タイプで、こんなスプレータイプなんで、めっちゃもちもちになるんですよ。これもね、肌のトーンが上がるというか、これだけですっごい保湿力があるので、ちょっととりあえずお風呂に出たあーみたいな感じで使いたいと思います。はいはい、ということで今回はビープルフェスにお邪魔して、いろいろなねアイテムをいただいたので、皆さんにも紹介してみました。ちょっと全部しきれなかったんですけど、特に私が気になったアイテムを中心に紹介してみたので、何か気になればぜひ参考にしてみてください。私自身やっぱりこう、もう自分の中でリラックスって今なんか今年のテーマじゃないですけど大事やなって実感することが多くって、でもやっぱりこう時間を止めたりとか自分の心を落ち着かせるのって自分次第だと思うので、こういうオイルだったりとかスクラブだったりとか、まあいろいろ使いながら、心と体と向き合っていきたいなと思っております。またいいのがあればね、ぜひシェアしたいと思うし、これ今日ちょっと紹介したもの使ってないものとかもあったので、使ってみて経過がどうだったとか、何か変化とかがあればねお伝えしていきたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。